長く卵型をした顔の女性がこちらを見ている本作、大きな帽子をかぶったジャンヌ・エピルヌ、アメデオ・モディリアーニが残したそんな名作を見ていきます。モディリアーニはフランス・パリで活躍したイタリアの画家です。本作、大きな帽子をかぶったジャンヌ・エピテルヌは、タイトル通り、つばの広い帽子をかぶった女性が正面からこちらを見つめる肖像画です。帽子のつばが顔を優しく包み、優しい暖色系で色のトーンが統一されています。モディリアーニの絵画の特徴といえば、細長い卵型の顔とアーモンドの形をした目です。しかも目の中には瞳が描かれていません。そのルーツはモディリアーニがもともと彫刻家を目指していたという経歴に求めることができます。肺が弱いために彫刻家の道を断念したものの、彫刻の影響を受けた部分が大きく、あえて彫刻の手法を用いて瞳を描くことはなかったのです。またモディリアーニの作風は細長い卵型の顔のようにデフォルメした形が特徴ですが、そうした人物画に瞳を入れてしまうと全体としてちぐはぐな印象になってしまうのです。本作に描かれているジャンヌ・エピテルヌはモディリアーニの恋人で、娘も生まれ結婚の制約もしていたのです。しかしモディリアーニが35歳の若さで亡くなると、それを追って2日後にジャンヌ・エピテルヌも自宅から飛び降り自殺をしたのです。モディリアーニという人物を知る上でとても大切な名画なんですね。今回はアメデオ・モディリアーニの大きな帽子をかぶったジャンヌ・エピテルヌを紹介しました。次回はあの画家を一緒に見ていきましょう。それではまた次回の動画で。